ホルカー・シュレンドルフ監督によるブリキの太鼓はドイツ初のアカデミー国際長編映画賞受賞作となった。ドイツは1956年に初めてアカデミー国際長編映画賞に映画を出品した。アカデミー国際長編映画賞はアメリカ合衆国の映画芸術科学アカデミーが主催しアメリカ合衆国以外の国で制作され、 主要な会話が英語以外で占められた長編映画を対象としている。アカデミーは毎年各国からその年で最高とされる作品を招待し規則に従って競わせる。しかしながら20世紀後半のほとんどの間、分断されていたドイツは西ドイツと東ドイツがそれぞれ出品していた。8作品がノミネートされ、そのうち1作品が受賞を果たした西ドイツは、 モスクワ国際映画祭での上映が拒否された嘘つきヤコブがノミネートされるだけに止まった東ドイツを大きく引き離した。西ドイツは初の出品となった1956年から4年連続でノミネートを果たしたが、1960年代の間は全て落選となった。その後ニュージャーマンシネマが盛んになると海外でのドイツ映画の評価の向上につながり、 1970年代に再びノミネートを果たす作品が現れ、1979年のブリキの太鼓では初の受賞にも至った。1990年10月に西ドイツと東ドイツが再統一されると、翌1991年3月25日開催の第63回アカデミー賞でドイツは初めて統一国としてアカデミー国際長編映画賞に参加した。 統一ドイツ代表作は2018年度まで2 1本がノミネートを果たし、カロリーヌリンクの名もなきアフリカの地でと、フロリアン・ヘンケル・フォンド・ナース・マルクの前期人のためのそなたの2本が受賞している。ありがとうございます。